全国のね、見たけどね、全部回りきれない。回りすぎて。
それそうですよ、ね、行きたくなっちゃうからね、ね、これ全部行ったら何回何回行ってんの。あそこにあのビデオカメラ設置したの何トンネル、あれあれ9割ですね、あれはお子さんでビデオカメラ設置したの、外側とかっていうのを外側から声引きして、あ、男性か車の音を探して、まあ、ただここは大丈夫だよ、ブスがいないって言うのいいちゃった、あれなんだけど、これあ、行けたの今日、行けるのですか、ドルさん、モロ映っちゃってるんですよ、定点カメラに、モザイクでね、モザイクモザイクで、そこカットでモザイクか、モザイクお願いします、全体的にモザイクかけないといけないんですけど、うん、できないのあれ、部分モザイクってやり方わかんないんですよ、ない、あるのできるでしょ、え、できない、いや、部分モザイクね、一回ね、うん、なんかでうまくいったんだけど、なんかの動画で、でもそれ以来できなくなっちゃったの、自分であれができないの、あれ、こうやってできない、ちっちゃくピーって多分やり方が、あれ、コマ送りでこう見てって、こうちょっとずつここ上げて感じ、でも全体モザイクでもいいっすよ、いい、一瞬だけなんで、一瞬だけだから、うん、一瞬だけ映さ、一瞬だけ映さ、あ、そこにあったんだ、そう、ここにあったんですよ全然わかんなかった、この角度がちょっとさ、うん、ちょっとドルさん映像見てください、これ怖いっすよ、この角度本当だじゃあもうドルさんがお化けっていう手でいいっすか、もういや、ダメでしょ、なんかハーパンの男がダメバレちゃうハーパンの男が映ってる一応ほら顔出ししてないんでほとんど映ってるけどね。だってドルさんガトーさんのやつで映ってるんですよ、ね。ガトーさんだってモザイク使い方わかんない。だからパーデルっていう今度持ってきてあげるからそれでモザイクして。あ、これでもちっちゃくできるんだよ、パーデルって。あ、そうなんですか。これモザイクの画面が出て全部全体とかでいいんだけど、そこからこうやって縮めていけばできる。なんかねちょっと位置がね撮影もね斜め。こうなっちゃう、ここに設置したんでね、こうか、こうのがいいんだね、こうのが邪魔しないね、そう、俺はね編集がね下手くそだからね、あでもね、詐欺寺の時は、うん、うまくあの看板をね、うん、看板だけモザイクかけれたんですよ、どうやってやったんだろう、あれそれモザイクの何を使ってるか分かんないけど、何使ってる、いや、俺あれですよ、ビデオパッドっていう編集ソフト、あ、それ分かんねえな、まだその、いや、でもできたんですよ、できたんだ、その看板だけのモザイク、そのホームページ見てやろう、そのモザイクも買ってた、でもね、多分やればできるんですよ、うん、これ多分や、その無料なんですね、無料じゃないです、買ったんですよ、買ったんだ、ビデオパッド高かった1万円高いね、うん、パーテルセブン高いけどね、うん、でも一回買っちゃうの安いんだよ、うん、バージョンアップ、いや、ハンサムじゃないよ、今ちょっと髪の毛伸びてきてるから切るの全然なかった、ここがレンガ作りってね、これ電気なかったら最高に怖いだろうね、怖いよね、あの旧ゼンマ飛んでるのに電気なかったら、うん、わーってじゃん、あれも怖かったもんね、昔のゼンマ飛んでるって知ってる、え、俺怖かったもん、あ、あの電気がなかった時代、そう、なかった時代で、あ、それあの看板もう死なないで11、それもうリアル世代じゃないですか、そのリアル世代で見たからあそこ通りたかなと思う、本当に本当に嫌だと思う、リアルな世代ですよね、あの看板が見えるんだよ、またもう死なないで11くんって、もう死なないで11くん、うん、2000年とね、あの取っ払ったって言ってたからね、ここにいる、今は明るくなったよ、ね、ここにいる幽霊さん出ておいで、何気に地元はね、よくしてるからね、でも俺逆にほら地方とか行ったら有名なとこも行けるじゃないですか、地元はもう行っちゃってるからね、何回もね、マイナーの方行こうかなと思ってね、で今回ほらね、ケズさんというのが実現ができてね、うん、日本一周ほぼできるんでね、もう約1ヶ月の旅ですよね、ちょっと楽しみですけど、え、何の音、ああ、俺今襲ったみたい、俺襲ったみたいで、ソースさんにお土産をね、買ってあげて、出ておいで、おーい、出ておいで、何、天井からですよね、これ、もう何気にいいんだよ、民間がないし確かにこっち側なんですよね、でもなんか工事現場はなんか明かりついてたっすね、あれずずってる、
あ、そうなんすか。あれ防犯でやった。あ、そうなの。いないのにつけてるんだ。そうね。あ、そうなんだ。防犯だから。そうなんだ。うん。そうなんだ。人がなんかそんな中で、ね、まだ仕事してるよと思って。いや、してない。してないんだ。うん。そうだよな。はい、はじめまして、こんばんは。なんか変な気がする。今週一瞬のためです。ほら、幽霊さん。日本人で、恐怖の。ほら、え、どうしたんですか。今電気消えたんだよ。え、あそこの電気がプッと消えた。工事現場なんだよ。工事現場なんだよ。今なんか消えたよ。ついたのがプッと消えたよ。ほんと、ちょっと目いいっすね。いや、目は悪いけど。あ、でも電気ついてますけど。だからもうカチッてやつ。うん。アフターファイティーがあったっけ、アフターマスターがあるじゃん、で、うん、あるんだけど、うん、体験版落としてやったんだけど、うん、ちょっと勉強したの、うん、1週間だけやった、うん、疲れてやめた、やめたんだ、パラメーターがその難しいの、あもうなんか疲れちゃったんだもん、もうダメだこれ、俺には無理だと思って諦めた、諦めた、買おうかなと思ったの、一瞬買おうかなと思ったんだけど、1週間でもうこれダメだこれ、めんどすぎるな、だって動画がいかないんだもん、動画がそういう僕の思ったようにいかないんで編集しても、でもあのオープニングまでもう出ますか？出ます？何が？あのここ出る？ここはまあでも、ここで一応出るって言われてるんだけど、地元じゃ有名です、ね。有名だけどまあなんかどこでも出てきてるね。まあ、待って待って、顔認識出た。そこ。ちょっと今指し示します。うん、そこ。それは気づく。ここに顔認識が出た。マジこれどうで？もう顔認識出たビデオカメラでマジ？急に。ビデオカメラで顔認識がここの位置に出た。このライトの出た。なんで？いるのじゃん、ね。顔認識だ。ビデオカメラで顔を動かす。おっかねえ、マジでちょっとこれ。ここの顔でも目動くからな、これ。いるかもね。バレた。じゃあいるんだな。顔認識が出る、飛んでるって結構あのレアですよ。レアですね、うん、だってあのうちの谷水道の時出まくってましたよ、あそこ、あそこ声入ってたよね、うん、あれ入ってたよ、なんで乗るんじゃん、これ腰みたいでした、やっぱいいな、ビデオカメラあると顔認識出るのね、ぶっちゃけ別にそんなにあのあれだよね、探知機をビデオで持てないと便利だけど、ブルーでした、一つの指標になるからね、それがブルーでした、俺が持ったらなんか赤くなりそうじゃないですか、いや次の持ったらね、なんか俺が持つと赤くなる、俺最近全然赤くなってきてこれバッカ、これバッカ、じゃあ俺やりますよ、あ、まだ押してないです、これで1回だけだったのよ、赤くついてるの、俺の体の中に入っちゃう、入ってる、もう一回、もう一回、お姉さん出ておいで、出ておいで、出ておいで、おいで、あ、ブルーになった、ブルー、じゃあ3度目の正直、おーい、うん、落ちなかった、やばいっすか、今行ったでしょ、来てます、今落ちなかった、ブッ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 、今落ちなかった、大丈夫か、ブルーでしたよ、トムさん、ブルーか、うん、あ、また顔認識、顔認識また出た、そう、あの辺りで出るんですよ、顔認識が、うん、早いね、一瞬で終わったらブルーだよ、あの辺りで、この辺りで、この辺りで出るんだよな、声が聞く、行かない、ちょっとやばいかな、本当、やべえか、これ、ミドル、あ、声響かなくて、確かに、よいしょ、顔面しか出るの怖いな、全然ね、同じ場所から、あそこから出てきてるってこと、
このライトから、うん、あ、そう、セッカーネバーね、あとまだありますこの辺りでまだね、とりあえず、あと顔に住んでるこの辺りぐらいさっき女の声で多いって聞こえた。確か。じゃいるんだね。そうや、最近サンドウィッチマン伊達さん来てないですか。多分ドルさんリスナーだと思うんですよ。伊達さん。伊達さん。ああ、伊達さん。サンドウィッチマン伊達さんのアイコンの人。いや、多分ドルさんリスナーだと思うんですよ。ヒューデさんです。いや、多分それで俺にコメントしてきたんですよ。赤いズイート受けみてください。そう。うん。サンドウィッチマンだって本物かと思った本物はいないと思ったので日村さんもあれ本物じゃないじゃん。もう本物じゃないです落ちたのかな来たでしょ落ちたね。あどんなリズムの方。あ、ドルさんの声、ドルさんの声響いてる。あ、あ、喋ってる。ああ、あ、響いてる。俺の声響いてない。響いてるよ俺に。パパいてるなんかいる。学校してるじゃん。まだありますね。結構あれだね。だから来週、再来週が行っちゃうんだよね。そのところが全国に来た人だと思う。あんまりだけど途中からもし俺行ければいい。行けない気もします。戻ってこないんで1ヶ月くらいで、まあ、明日だよな。ビデオカメラのピントが合わない。なんか入れたい。でもそんなに頻繁に顔認識は出ないね。うん、でもどうぞ顔認識出ると怖くないですか。もう見てないから分かってるんだけど。まあ見たらなんか怪しいよね。うん、まあほらあの時あの床ラグだっけ、うん。あの時結構顔認識したしね。だってあそこ知ってる？床ラグガードレールが押す音を押し出す。いやいや、もうガードレールが、うん、ガードをトン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 ってなる。やばいですね。前に2回行って2回行ったの。壊れてたの。あ、そうだ、下に行ったの。上がるとか、軽井沢はですね。うん。っていうことだ。かねえな。うん。ラコンしたな。うん。行きたかったですね、僕の方だったんで。なかなか、顔見にしてた。一番怖かったのは、ゲームの前、カウンターを。あそこのあの声、あのらなんかね、あそこのトンネルで、うん、現場で来やがったおじさんの会話、あなんかでしょ、なんか買ってこいよみたいなやつ、あれやばいよ、生き量パック、生き量だ、生き量じゃないですか、牛もないっすよ、なんとか買ってこいよ、ちょっと扉開けてなんとか買ってこいよ、いや本当入ってたんですよ、それやばいっすよ、本当入ってね。昔覚えてるんですよ、動画だけで。扉を開けて、ドア開けて、なんか、なんかバカそうよ、みたいな。あったよね、それね。そう、彼らもね。
聞こえないんだもん。その前に女性の声は現場で聞こえたから、あれ初めてゲストが聞いちゃった時にちょっとねやばいよみたいな感じだけどね。あれはだって現場で聞こえないんだよって結構多いんで、だから声聞こえなくても入っていいんだよ。でもやっぱりあれね、最近なんてほとんど減ってきてるからやっぱりね、うちは結構弱かったので、昨夜の電話ぐらいまでほとんど最近起きてないんですけど、いつも大体僕がところだったら早く帰るんですよね。だからやっぱり一番こう見てると、見てると見ると、やっぱり、気が付いたら分かったのが、多くの役に立つんだよね。顔認識できるものがないみたいな、どう考えてるかな、どうやったらこれを顔認識するんだよって話。なんでだろうな、これなんで自分になって窓が時を来ないから顔認識が出ると本当に声出して、いきなり出てくるから八王子隊の時はもうドアップにこんななって出ちゃったから、ビデオカメラにビデオカメラにドアップって出てて、ほんと怖いみたいな、いるんだろうな、これが緊張から出てくるって話だよ。緊張から首がなんか伸びてくるって話もあるし、こんなの彼も彼ってこれあれだ、今 3G でやってるね。 LT じゃねえじゃん、これ当時 3G、LT の
来るもの拒まず、来るもの来るもの全部俺は体の中に受け入れてやるよ、すべてを受け止めてやるよっていう感じ。そろそろ終わりだな、もう腹痛い、うんちしたい、終わりか、もう肩も痛くて、うんこも、お腹も痛いし、ごめん、今日は30分ぐらいしか停電できなかったな。お腹が痛い、急に腹痛くなってきた、マジで。あれだな、ビデオカメラちょっと30分ペッペしたけど、まあ、時間も時間だし、うん、30分は実際ないんだけどね、29分、ちょうど霧のいい30分で向こうの今目の前にあるビデオカメラを、30分だったら定点カメラ切るか、もう帰ろう、お腹が痛い、うんちしたくなったけど、もう間に合わなかったらまずい、途中でのぐそってことになっちゃうから、コンビニがなかったら。よし、30分になったね。よし。